はい、皆さん、こんにちはと。今ちょっとクイック羽生を出るところです。で、本日はここのそばに、結構近くにコストコの明和店の建設予定地があるんですよ。なんで、ちょっとコストコの明和店を、見に行きたいと思います。どんな感じかなっていうのを。何の下調べもしないけどとりあえず Google 先生に書いてあるところに行くって感じ本当やってんのかなこの地図このなんだろう、誰が記録したのか知らないけど、ちゃんとここにあるのかな。まあ多分でもね、近いんで、もうここまで来たらね、ちょっとね見ておきたいんですよね、コストコ明和店。なかなかね、ここら辺結構穴場っていうか、空白地帯、コストコの空白地帯になってんじゃないかなと思うんだけど、どうなってんのこれ。その中で国道122沿いなのかな、まあわかんないけど。で、どんぐらいの規模なんかね、まあどんな、こういうのってさ、大体あれでしょ、だんだんこのお店新しく開くたびに、でかくなるパターンじゃないしまいには東京ドーム何個分とかになってるで、どうなんだろうな、そのさ、ちょうどここら辺だとね、埼玉と太田足利近辺の人がそう前橋とか三部に行かなくていいぐらいの距離なんで、ちょうどいいとこなんでね。いや、なかなかあれだな、戦略的にいいとこ狙ってきたんじゃないかなっていう。あ、そうそう、このね、シープレザーのジャケット、革じゃんね、革部分はいいんだけどね、やっぱね、ファストの部分はね、やっぱ安物だから、そう、ファストなところからこうちょっと風が入ってくるのがね、ちょっとそこが残念かなっていう感じかな。出た、名画、館林名画、利根川ですね、昭和橋。あ、そうか、ここはまだ埼玉か。すげえな、利根川リバーって。川2つかぶってるやんとはいえ利根リバーは違う気もするしな、確かに利根リバーは違うし、やっぱ利根川リバーなのかな。はい、利根川リバーです昭和橋です。利根川の真ん中が群馬県明和町、群馬県との県境ってことですね。利根川リバーです。いやー、明和に来ました、明和。館林かー。てか、もう館林近いよね。館林っつうのもありか。で、コストコ、いつの時にね、年明けとか、年明けて、来年どんぐらいなんだな。来年春ぐらいにできんのかな。まあいいや、ちょっと建設がどんぐらいいってんのかね、ちょっと、ね、様子見ていく感じで。で、あとこの Google のマップが本当に合ってんのかと。これ合ってんのかな雑にコストコ明和店、明和倉庫店って書いてあるけど、本当なのかな。あと 1.1 キロ、なんかえらい角度でひん曲がる。いや、でも俺ぐらいなのかな、二部店よりでかいのかなあれよりでかくなるのかな。今こうね、なんだろう、流れ的に小さくなるとは思えないんだよね。で、ここ曲がっていくのね。ここを曲がっていきますと、これ曲がっていってここかよ、ここ曲がるんかよ。あんな細い道曲がるとは思わなかったよ本当に。あと 150m 先を左。どこ曲がるのこれ道あんのこれ80m っていうとすぐそこだよね。これ道あんの？あれか、あそこか。ここを曲がるっぽいぞ。ここ曲がんの？あれ、なんか工事してるっぽいよ。これかな工事現場。コストコ明和倉庫店の工事現場はここかな。ここ左か。いやいやいや、何全然何にもねえじゃんけGoogle 的にはここになってんのね。でも多分あれだよね、あれが多分コストコ名和倉庫店だよ。多分ここだと思うんだけど、証拠がねえな地図に残る仕事しか書いてねえし、しかもこう左にしか曲がれねえし、多分これだよね、きっとこれ。以外にさ、それらしいものはないんだよね。どうしようか、ちょっとここ右曲がってみようか。道は通れないのか。ここだと思うんだよね、コストコ名和倉庫店。結構でけえな結構でけえ。あそこ曲がってみりゃなんか見えるかな。あ、そうだ、ほら来た、コストコホールセンター。はい、ここがコストコ名和倉庫店です。どうしよう。で、これがコストコ、やっぱね、コストコ名和倉庫店だったらしいですね。はい、ほら、書いてある。名和倉庫店。はい、ここがコストコ名和倉庫店になります。で、改めて見るとまだ骨組みしかできてませんね。骨組みとあとね、駐車場のようなものもまだできてないですねまあとりあえず、2022年、11月終わりはこんな感じということで、はい、そんなわけで、コストコ名和倉庫店でした。泊まれないのでこれで終わりにします。お疲れ様です。ではね、まあ内容があるわけじゃないんだけど、はい、そんなわけで、はい、これがコストコ名和倉庫店でした。まだ本当に工事中ですね。ではグッドボタンお願いします。ではお疲れ様です。